はい、えー、皆さんこんにちはレックス日講師の根本です、えー、これより主要、えー、4科目、えー、実力診断模試特典動画あなたに足りないものは何を始めていきたいと思います、えー、こちらの動画は2年目3年目の受験生用のものになります、えー、今回次が初受験の方については森山先生の方の動画を見るようにしてくださいではこちらの動画の方ですが2年目3年目向けの方にこれで一体今回どれぐらいの難易度だったかそしてどれぐらい取ればいいかそして 取れないものについてはご自身何が足りないのかそんなお話をしていこうと思いますおそらく概要欄にレジュメの URL が貼ってないでしょうかもしなければ画面の方見て,てくださいまずはこちらレジュメ一ページ問題の難易度と目標点数というのを入れておりますえこちら空欄と二択難問というふうに入れております空欄というのはまあ基本問題 というとなんか誤解招きそうですが、あの基本的な足、基本的な足だけで答えまではいけるというものがこの空欄です。全足が基本問題というわけじゃありません。全足が基本というわけじゃありません。だからこの空欄で間違えた場合は、自分がどの基本知識を落としたのか、もしくは変な難問に引っかか難足に引っかかっちゃって基本足を見落としてしまったのか、そこをぜひ見てください。 一方二択というものもうまさに名前の通りで、ね、どっちかなといったところまでは絞り込めるけどそこからが少し難しいよという問題ですこれが二択で最後は難問もう名前の通りちょっとこれはきついだろうなと現時点で解くのはきついだろうなといったものを挙げています最終的には解けるようにしてほしいところですが現時点で解れなくてもそこまで気にすることはないという問題です でこう線引きを入れているのは科目の入れ替わりを言っておりますまず1問から12問までが民法ですで空欄の数を数えると7つあります7つが空欄なのでこの7つは落としちゃいけない問題ですねはいでそれに加えて2択をどれだけ取れるか本当に基準点というか合格定例の方 であれば多分二択はほぼ全部いけるんじゃないかなと思うところです次13問目からは会社法です全部で1234567問7問あって基本問題基本足だけでいけるのが2問しかありません今回の模試で一番難しかった分野だと思います 一方20から29が不登法20から29が不登法で不登法は2択になるのが2つぐらいしかないできればもうフルに全部取ってほしいところですで最後30から35は商業投票まあ34問はさすがにこれできないだろうなと。 とといいうところだと思いますだ30はもう絶対無理だと思って、まあ、あとはね、えっと、12344問は絶対でプラス1取れるかどうかというところだと思いますではどんぐらいの点数にいっていればいいのかという話にいきましょう左が基準点突破経験がない方右がある方ですえまずえこちら 一えっと、真ん中を見てほしいんですが、9大点、ここまでいっていれば、まあ問題ないでしょうと,と思われるのが、突破経験なしの方が25、突破経験ある方は30、もう一との3段、最低ライン、ここを突破してないというのは、年内の学習、かなり問題があったと思われます。 基準点突破経験がない方が21突破経験がある方二25ここまでいかなかったイコールもう学習どこか大きな穴をボンボン開けているもしくは4科目終わってない科目があるもしくは相当雑になってしまったそういったことが原因として考えられます一方一番上 素晴らしい出来、あの現時点でここにいっていれば、非常に、ね、あの合格の可能性は高いところだと思います。あの今まで突破経験ない方が今回、30問突破したっていうのは、年内の学習はもう完璧です。もう本当にいいところまで行ってます。ぐんぐんね、成績が伸びてるのは間違いありません。また、突破経験ありで、ね、32問までいった方、もう何問をね、もうちょっと1問、2問。 落として、ね、あとケアレスミスぐらいもうこれもねあいい感じで成績をね維持しながらここまで来れていると思われますまずはこれが今回の模試の難易度とそしてどれぐらい取ればいいかという話になりますじゃあその上で分析をしていきましょうせっかくの模試なので自分がどういうところが強くて 弱いのかの分析をしていきましょうレジュメ二ページの方を見てください科目ごとにこれ埋めてってほしいんですどの科目民法でれば十二問中何問会社法は何問不当法は何問消灯法は何問取れたかをどんどん書いていきましょう そしてそれで終わりにすることなく横見てほしいんですが得点の内訳を入れてっていっほしんです。例えば基本問題は民法は7問ありましたこのうち何問取れたか2択が4問あって何問取れたか何問が1問で何問取れたかとこういうのを科目ごとに一つ一つ分析していってほしいんです。 だめ、ね、な人になればなるほど点数だけ見て基本ができてなかっただから基本を重視するっていうねもう分析も何もしないね終わり方もするんですよそれは申し受けた意味っていうのが半減どころか3分の1以下です受けない方がまだましなぐらいですこれ具体的に例えばね民法とかね基本7問あるじゃないですかこの7問中例えば7割いってない 7割いってなければそれはねですでもね多くの方っていうのは基本7問はある程度解けているけどそっから伸びなかったって方が多いんです12問中ね7問ぐらいしかいかなかったと8問ぐらいしかいかなかったとあ自分は基本は7問取れていて2択とね何問が1問しか取れなかったとあ自分は基本が足りてないんだ じゃないよね基本はできてるんだけど応用力がなかった知識を広げようとしなかったということなんですよこの方が基本の勉強に特化すると7問以上点数が伸びないんですこの分析というのは年明け以降の自分の学習の方向を決めます基本 7割落としていいれば基本が足りなでもねこちら二択と難問が半分取れてないという場合は知識を広げていないそういった原因です。ぜひ一人一人ねこちら科目ごとに自分は基本ができていて知識を広げなきゃいけないのか。 それとも自分は気温が危ないのかそれをぜひね反省していってくださいそしてそれを年明け以降の学習に生かしてくださいはいそしてその、ね、弱点が分かった場合に、まあ、どんなねことができるのかとこちらとしてはね、まあ、こういったいろんな講座を用意しておりますなんでそれに応じねちょっと考えてみてもいいんじゃないでしょうか ではここからですが1問ごとについてちょっとこれは取りづらいよという足をコメントするとともに2択難問2択難問については一体取れなかったら何が足りないのかという話をしたいと思います基本についてはまあ基本はしかできなかったっていうだけですから特にね足りないものは何かっていったら基本知識ですなので2択と難問についてだけ特にこういうところは足りないよっていう学習、えー、と指針を言っていこうと思います よしじゃあいきましょうかでまずは第1問ですえっとこちらえ難しめの足はあいえオ難しめの足はあいえオになりますえこちらは2択まで追い込まれてしまう問題です結局これ取れなかった方はあの過去問学習だけで終わってる方だと思います過去問学習だと表見代理ってほとんど出てこないんですよテキストの読み込みとかをしてればねああれだっていうふうにいなんですが過去問の 演習しかやってないっていった場合何だこれってなっちゃうんですこれ自分の学習の方向が過去問だけになってないか見てやってください第2問難しめの足は「い」と「お」難しめの足は「い」と「お」ですで特にこれ「お」なんですね「お」で「お」の時効の完成猶予完成猶予でこういった6か月もの ここまで学習できているかどうかこれできないってことは多分ね多分ね学習範囲普段外してる可能性がありますでぜひこの尾の足まで広げてできるように学習をしてください第3問は難しめがあぐらいかなあの足ぐらい基本問題なんであのちょっとここはスルーしましょう第4問 第四問、ちょっと難しめの足はうとえ、難しめの足はうとえになります。第五問、難しめの足はいぐらいですかね。第六問、難しめの足はうとえ、難しめの足はうとえ、二択に追い込まれる問題です。 で、「あ」が切れたとしても「あ」と「う」「あ」と「え」の二択になりますでこの「う」の足これが切れるかどうかこれ所有権留保の問題です非典型担保が、まあ、毎年出ると言っていて上担保で学習が止まってないか所有権留保のところまで学習ができているかどうかそれをぜひ見直してください 次第7問,第7問難しめの足はあいえあいえでこ,のこの特にあ「あ」と「え」「あ」と「え」なんですがいわゆる再建法回数の学習ができているかどうか再建法の学習ができているかどうかで、ね、これ変わってくるところです例えば足の「あ」ですが 事業用の債務について保証するこれは公正証書が必要だただえ役員であれば会社の事,業はよ事情はよく分かってるんだから公正証書でえやらせなくてもいいだろうとこれですが直近の不当法の規律で出た題材です卓くについてもおかしくありませんまた絵の足 円の足ですが、期限の利益を失った、ここから遅延損害が発生してしまう、保証人に伝えなさい、伝えて、遅延損害が発生する前に払ってもらうように促しなさいと,というお話です。これっていうのは、法人であってもやらなきゃいけないのかと。というところになります。これは債務額が増えて、生活が破綻することを防ぎたい。 ってといいうころから行っていますなのでこれは法人であれば、まあ、そんな必要はないよねと。はいということでこの7問目なんかはね本当に改正債建法改正のところどこまでできているかといった指針になると思います。第8問 基本足は、あ、う、えー、基本足の、あ、違う、難しめの足が、あ、う、え、あ、う、え、答え自体は、糸をの基本足でいけます。答え自体は、糸をの基本足でいけます。で、まあ、もちろんそれに溶けてはほしいですが、今言った、あ、う、えができてるか、関節の学習はちゃんとできているのかどうか、ぜひ、この足で確認をしてください。 第9問難問になります3と53と5はきついです124はいけたとして最後ね3と5でんってなると思うんですよで3の、えー、これ知識学習範囲を広げて3の、ね、知識を知ってるかどうかですまず一つははいでこれはえっ、ー、と 被害者側の過失、夫というのは、えー、生活関係は共にしているので夫の過失を妻の過失にして構わないと,という足そしてもう1個は 5, 5これですが離婚に伴う慰謝料というところをちゃんと見たかというか、ね、あのこれ浮気をした場合損害賠償になるという話は知っていると思うんですがあれって何をの損害かといったら。 円満な夫婦を壊したことに対する損害なんですよ。実は平成2年、あ、じゃ令和だ。令和の2年だと。令和の2年だ。平成31か。31年、あの、新しい判例があって、あのね、夫婦関係を壊したことに対する損害賠償は基本できる。ただ、もともと夫婦が破綻してる場合はできないよと。で、それとは別に、その浮気が原因で離婚になってしまったと。で、離婚になったところまで、 損害賠償いけるかっていうとこれはいけないんですよ浮気イコールすぐ離婚とは限らない離婚は離婚で別原因もあるんですよなんで浮気をしたあの相手方に対し離婚し,た離婚したことによる損害賠償は即座に請求はできないんです夫婦関係を壊した損害賠償とそれ離婚になっちまった損害賠償これは別なんだと 3番についてはどこまで知識を広げているか5番に関しては新しめの判例までちゃんと押さえているかここで勝負のが分かれてきたと思います10問目は全足基本なので飛ばします11問目はちょっと難しめの足が「あと」「え」難しめの足が「あと」「え」になります まあこのウとおで答えは出せると思いますけどね12問目、えっと、難しめの足が「あとう」「あとう」「う」のところこちら相続法改正居住権の設定いけるでしょうか遺贈遺産分割心臓がないと配偶者居住権の設定ができないという論点です ではここから解釈法に入ります13問目難しめの足が「う」と「お」「う」と「お」でこの「お」の部分については26年改正の論点です昨年一昨年と26年改正が多く出ております26年改正の部分が抑えきれているかどうかでこちら、まあ「お」が切れるかもしくは「う」の方で爆ン入るかになったなると思います 取れなかった方、その改正部分の学習、見直してください。十四問目、難問になります。難しめなしが、あいうお、あいうお。になります。で、これは、あの、正直、ご自身が会社法の学習を。どこまで網羅的にやっているか。 これが分かる明日だと思うんです。まず題材見て分からなかったもう題材で知らないよーって方はねもうこれは学習範囲を広げなきゃいけないと分かってはいたんだけど解けなかったっていう方は多分表面だけ見ちゃってるもしくは雑談知識になっちゃってるという状況だと思いますこの14問がスイスイ解けるっていうのは、まあ、ある意味あの会社法の今までの学習相当よくできているという証拠だと思います ということで、密室のところ、どこまで攻めているのかっていうのがわかる、足の問題になります。十五問目。難しめの足は、あと、え。ただ、これ、答えの方がね、うとおという、本当によく普通のね、論点なんで、そこで切れたと思います。十六問目。十六問目。難しめの足は、あ、う。 え、「あ」「う」「え」になりますでこの問題は「あのい」と「え」「い」と「お」がずばり「まる」だと答えるのはなかなかきついですでむしろ「あ」「う」えが「え」が実はこれね3つの基本足なんですよその基本足でちゃんと逃げ切れたかどうか、まあ、そこにつきますね例えばあの「あ」の足 仮に知らなかったとしても合同会社の社員って出資額は登記事項じゃないですよねその辺りで切ってほしいまた、うのあしすべての社員はってところでうん、これ合同どうだったっけなとっていうので気付いてほしい。 またえ有限限から無限になるこれは無限としての入社と考えれば結論は出せるとこなんです基本足基本知識からのちょっとした応用なのかもしれませんぜひこの辺りは「あ」と「う」と「え」が切れたかどうかを見てください17問目に行きます 17問目で、これ文章長いんですが全部基本足です。1足でも切れないものというのがあればちょっとこれは、うん、ちょっと今、ね、企業サイの勉強を少し見直してもいいのかなと思います強いていると、うがちょっと細かいかなってぐらいです。18問目、難問です。う えおう、え、お、お、う、ここがちょっと難しめの足になりますでこれですが先ほど言った14問目と合わせてこの18というのも自分の学習の手広くできているかどうかというのが分かるところですあの先ほど言った1十四4に関しては密室なのでまあできてなくてもまあちょっと広げようよ頑張れよということころですがこの18は 数は少ないんですすが出ている分野で,すでそこができてないってことはその出ている分野の学習がおろそかもしくはちょっと後ろの方だしちょっとやっつけでやっちゃってるもしくは問題数も少ないからまあいいかなとかいや民事訴訟がよくわからないから逃げるなのかいろんな原因考えられますこの18取れなかった方どんな原因なのか是非ちょっと自分思い当たるところを考えてください。 第 19, 問第19問、難しめなしは、いうえお、もうこれは難問です。といね、むしろこれ取れたってことは、あのね、この時点で、商法と商工為かなり、ね、深くまでやれている証拠です。あの商法、と商工為どれか一つじゃなくて、全般的に来ちゃってるんですよね、商業使用人って形で。害虫とかもありますもんね、代理師とかも、代理師もありますし。 なんでこれできてるっていうのはね、商法を想像る証拠かなり自信持っていいです、もう勉強自体はうまくできているというふうに思っていいです、で逆にできなかった方もね、あのこの時点でこれはできなくても、まあこれ、本当、しょうがないです、うん、むしろこれができていて、他の基本足をね、あの落としてる方がまずいと思いますので、まあ、ちょっとここは現時点では気にしなくてもいいのかなと思います。 次は、えー、と不動産投機にいきます。20問目、難しめの足はあとえ、あとえただ、それ以外の足、まあ、特に答えの2等も、ね、あの基本足ですので、まあ、これはいけてほしいところです。21問、難しめの足はおぐらいです。 まあこの及ぼす変更を「寝てえって見た時になんかできなそうな感じがするなんでかなんとなく。って思うところなんですが寝て等もあくまでもの一種ですあの,ネテートの性質に引っかからない限りはで答えてください寝と等の性質不自由性とか随伴性とかそれに引っかからないようなものであれば「てえの知識を使って答えてください。 22問。問択の問題だな。難しめの足はああととお、あとおです。でここは、ね、正直2択になったって間違えた場合はあのね「運がないか「運がないですはっきり言えば。運じゃねえかと。うん、だってこれ「あとおまででくんですよ、う」が切れても。で2択までいくんだけどね多分ね「お」を自信持って丸っている人ってそうはいないよ。 あだってなんとなく良さそうだなって見えるんだけど排水ね建物って書いてませんかこれ要求するので土地ですよね。要益権、ね、は土地の便益を上げるので建物って書いてあるところであこれ違うんじゃないと。 土地の価値を上げるためにあるのが地越軒なんだから,ああ地なんだから建物って書いてあるのこれおかしくないかなって言ってあがバ×といければいいかなってところぐらいです。これは合格レベルでもあと絵を、ね、知ってるっていう人はそうはいないと思う。だから本当ここで間違えた場合はねは運がなかったなって思うしかないでしょう。 23難しめの足はイ・ウ・エイ・ウ・エごめん、マジえいい、ウ・オだごめん、イ・ウ・オすまない、イ・ウ・オすまない、イ・ウ・オで特にこれ、オが切れているかどうか見てほしいんです。これ、本試験でもこの傾向ありますあの仮登記、申請書を、ねえー、と記述で書かせることは13年以来全くありません。ですが、申請書の表現を たくいで聞いてくることがあります特に抹消登記。で、この同じ判断してなかった方は、ぜひこの仮登記の抹消申請書を見てください。仮登記の抹消については共同申請、単独申請、どういう表現になるかというところが出てますので、ぜひそこを見直してください。24問、えっと、難しめが後へ。 難しめがと絵です。で、アが切れているかどうか見ておいてください。新託の過去問でも少し細かめなところになってます。細かめなか過去問まで潰れているかどうかそれがわかりますので、ぜひ判断できたか見直してください。二十五問目。これは前足基本足前足基本ですね。 26問目、えっと、難しめなのは「あ」の B 欄「お」の B 欄です「あ」の B 欄と「お」の B 欄、まあ、ただこれ判断できなくても答えまで何とかいけるんじゃないかと思うんですけどね「であ」の B 欄ですがえこれ重要な変更です本来変更登記は不登記ですですが順位変更や優先の同意だとか 固有財産にする変更のような重大な変更に関しては主頭期になります。また尾の足尾の B ですが、まあ知らないものは不規則期って答えるときは大抵当たります。まあ絶対ではないんだけどね。二十七問目。 一見難しそうに見えますがほとんど基本足です。えっと、いぐらいかな難しめなのがあの原因をちゃんとね、えっと、人の名前入れて再権弁済と書くということまでちゃんと言えるかどうかぐらいでしょうか28問目、えっと、難しめが「あ」「え」「お」「あ」「え」「お」でここに関しては あ「え」「お」がもう、ね、無理に分からなきゃ判断しちゃいけませんむしろこれっていうのがこの「い」と「えーと」いとえかな「い」と「え」ごめんなさいちょっと冷静にさせてください「い」えっと「とう」ですねすいませんでした「い」と「う」「い」と「う」が長期音足なのでこの「長期音足」を分かって答えが出せれば十分です この「あ」と「え」と「お」っていうのが分かんなくても十分構いませんえっと「い」と「う」がむしろ切れなかった場合はそこをちょっと攻めてくださいえっとよく分からない足ではまってしまって基本足まで行けなかったというところを攻めてくださいよく分からない足ではまってしまって基本足が行けなかったというところを攻めてください29難しめな足は「あ」「い」 う、うあ、いう、になります。まあ、難しめと言いましたが多分ね「う」が推測で切れるんですよ。で「う」が推測で切れればなんとかいけなかない,い,けいけなかないんですよね。えっとまあ、ちなみにこの「い」の足かな「い」の足ですがあの移転登記の執行部の知識移転登記の執行部の知識から推測していってほしいんです。 義務者側については対抗できるかできないかで判断する義務者側の承継については対抗できるかどうかで判断すると。 はいでまあ、一応答えとしては多分ねえとおで切っちゃってえとおで切るとにえとあといいとうまでいくので、まあ、それでうの、まあ、なんとなくこれだろうなこれ,これは違うえこれそうだろうなといったところで答えを出すのがいいとは思います30問目ここからが商業時ですね難しめの足はおぐらいですかね うんまあ、基本問題ですね,これ,問題ですねこれぐらいにしましょう31難しめの足が「あ・い・う」あ・い・う特に「い」ができたかどうかです重要な概念の定義が抑えているかどうかがよくわかります住人の定義は これやめて同時に就任じゃ足りないんだよ任期満了と就任が同時だと1任人なんです今回の「意の足」は辞任と就任が同時ですこれは要件をクリアできていません なので、これに関しては住人登記はできないということになるんですね。なんでこので、ね、この井の足というのは、まあ、全部が全部じゃないけど、ね、あの基本概念、え今回は木に、ねあのー、自分が弱いなと思っている基本概念は見直してもいいと思います。まあ、といっても全部やるときりがないんで、ね、間違えたときに、ね、その周辺を当たるというぐらいで構いません。 32問目、えっと、32問難しめの足は「う」「え」「お」「う」「え」「お」で、えっと、多分これね「まあ、うは」は、まあ、多分できないって聞いたことないからできるだろうなとって切り方だと思うんです。 まあ最後これって卓越の切りり方ででありなんですよ自分こんなこともやったことはないだからこれ結論はできないんじゃないかとかね自分の勉強あ知識の中になければ結論はこうじゃないかっていうふうに切るっていうのは一つのやり方ですもちろん外すことはあると思いますけどねでもある程度学習を重ねてればねあ俺が知らないってことはこれできないんだろうなとかねあ俺が知らないってことはも問題ないんだろうなとかねいうとこはなん,かなんとなくね 切れるよううにななってほしいとと思うところですえちなみに尾の足切れてるでしょうかこれは略式の知識がちゃんと入ってるか略式の要件だけなく略式の要件をクリアしてもできない場合そこまでの知識が入っているかどうかがよくわかる足になっています。 では、次、三十三問。難しめの足は、い、え、お、い、え、お。で、ここですが、あの、まあ、基本足でいけるんですが、お、なんかどうだったでしょうか。基本的に不等法消灯法でかぶる制度については、多分不等法でしっかり勉強してるんですよ。 不当法だっっったらどううかなてていうものを持っていけば当たるんです審査請求って不当法と消当法で違うところってあの仮登記という制度があるかないか、まあ、細かく言うと他にもあるかもしれませんが大きく言うとそれぐらいなんですよね。なんでこの問題についてはあの不当法の知識から持っていくといった起点が効くかどうかそこで決まったのかなと思うところです。 で続いて今度は34問難しめの足はあ、う、え、おになります、まあ、これはかなりの方が無理だったと思います。というのが近年の過去問であるのはいいぐらいなんですよでむしろこれが取れたっていうのは、まあ、ある意味素晴らしいです素晴らしいんだけどこの称号ってそんなにこの近年来てないので、ね、ちょっとここまで学習 本当よく広げたなとっていうのは OK って面もあるがちょっとこう広げちゃって他間違えてないかなとむしろそっちが心配になるぐらいです34問に関してはねちょっとまだ学習うまくいってない方はちょっとこの復習はもう完全に控えてしまって他の足の復習これをぜひメインに持っていってください 35問目一応基本足ということで難しみの足は小倉になりますただあの一応難、えっと、普通にこれ解ける問題のはずなんですが遮断・財団まで勉強をしていない方はまあこれ苦しみます遮断・財団はほぼ毎年出る論点だってことはご存知ですよねでそれでしかもこれ基本問題できないってことはちょっとこれ後日の学習 ちょっっとと問題があるる。ててことは分かりますよね。毎年出ているでしかもね、えー、これできてなかったということは、でしかもね、知識定式といっの結構後ろの方なんですよね。なので、ちょっとこれ、次の商業登記、勉強するタイミングでは、この社団、財団、このあたりの学習からスタートする、もしくは早め早めにね、ここも,もうできれば今日のうちに、ちょっと学習を始めてみるってことをお勧めいたします。 以上がこちら今回の35問で難しめの足そしてその難しめの足についてはどういうことが必要だったかといったことをちょっとコメントさせていただきました空欄の部分については本当に自分のねご自身がどこでどういう足の切り方の間違いをしたかもしくはねどの基本知識がなかったのかというのを見直してくださいあまりひどいこと言い過ぎると嫌われるんで言うと 本当に点数だけで一喜一憂して終わりってなるのは本当に二2時間を何のためにやったのかと本当にもったいないんですよこの後の分析が自分の学習を本当に効率よくしますぜひ自分が言ったやり方で分析をしてそして年明けからの半年間ぜひそれに生かしてください私の方の解説の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました 頑張ってください。